はい、島選手です。はい、こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様でした。島選手。はい。なんだ気持ち悪いな、島選手って。島。モトイロ。はい。はい。そっちはいいですね。モトイロ。はい。キャンプ5日終わりましたけど。はい。どんな感じです？まあ、わからないですね。わからない。まあ、実際始まってみないといいかわかんないし。まあ、一番は怪我なく。はい、そういう意味じゃどうです今のところは怪我はないですけど、まあ、ロッキンっていうのが初めてなんでキャンプで。ああそうだね、まあ、ちょっと、まあ、体はちょっと疲れてますけど、まあ、明日頑張れば終わりなんで、とりあえず、はい、怪我なく頑張ります。今年はね、選手会長っていうのをね、鉄平に譲って、はいはい、ちょっと楽になったんじゃないかなと思うけどそういう意味で、はい、どうかな。まあ、選手会の会長になったんで、その分いや大変だねもうそういうとこじゃないね、まあ、野球どこじゃないってことですか。おいや、でもまあ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 ね、別と考えて。そうかそうか、はい、岡島くんがね、頑張ってますけど、はい、横から見ててライバルが元気いいっていうのは、まあシーズン始まって、うん、まあ去年の疲れ方見れば、うん、どっちかが144出るってことはまずないと思うんで、うんうん、まあ、両方にチャンスが来ると思うんで、まあ、そこでしっかりチャンスものにして、うん、まあ、ちゃんと出た試合で結果出していけば、うん、ね、出る試合も減ると思うし、うん、まあ、結果が全てだと思うんで、うん、まあ、なんとか結果出したいなと、それだけですね。あとはね、キャッチャーの目線でね、ピッチャーのちょっと状態を聞きたいんだけど、うん、どうかな、今のところいい、今いい全体的に受けてみて、今年いいなと思うのは、うん、まあ、ジャイアンツから来た金戸と、金戸ね、まあ、あと、まあ、永井も元気いいから、球が元気いいかなっていう、おー、そう、なんか、まあ、2人僕、まあ、あと菊池もいい球掘ってるかなっていう感じはしますけど、まあ、田中とかは、まあ、誰が見ても放っといてるね、自分でできると思うんですけど、まあ、その3人がまあ受けてていいかなっていう感じはしますけど、一歩外に出てみてね、こう客観的にこうピッチャーを見る機会が多くなって、うちのピッチャーかなり充実してんなっていうのはね、印象があるんだけど、同じチームでいたらね、あんまり分かんないけど、いやでも、多くなったよね、いいピッチャーがね、若いピッチャーがやっぱり若くて息がいいのが多いんで、それがうまく最初の春先に、ね、2、3個勝てれば2桁できると思うし、まあ、最初にデッと、ね、3連敗からしちゃうと、まあ、ガタガタっていくのはあると思うんで、まあ、でも経験ない分やっぱ1年間ローテ守るのはきついかなっていうのがあるんで、まあ、みんな若いのが交代交代で先発していけば、で、まあ、田中と、まあ、塩見が頑張って、2、3人1年間しっかり守ってくれて、まあ、あとのところ入れ替わりでいけば、面白いところにはいけると思いますけど、はい、外から見てて、やっぱ外から見るとさっき言いましたけど、よく見えるじゃないですか、もう見える見える、本当めちゃくちゃ見えるでしょ、めちゃくちゃ見えるよ。どう映っていますこのチーム今。まず、かなり雰囲気がいい、去年よりも練習の取り組む姿勢も雰囲気が全然いい、でピッチャーが素晴らしいっていうのが分かった、ね、で、和夫さん中心にね、まとまりがあって、あとはもう外人がね、外国人選手がどう、すごい元気になっている。だから俺は本当に今年はやれると思ってる、いや、これは本当に周りから見ている人の意見ってすごい大事で、いや、本当に思うから、頑張ってほしい。はい、まあ、まさかこうやって大さんにインタビューされると思ってなかった。はい、出た、かぶった初の、いいね、かぶった初のかぶり、僕誰がかぶったと大体分かってます。ちなみに、まあいいや、とりあえず見せようよ。はい、はい、ドン、はい、貫く、はい、どういう意味ですか。まあ、僕の
まあ、悪いところもあるんですけど、うん、まあ、ブレるっていうか、いろんな人の意見を聞きながら、うん、なんかあっちでもないこっちでもないっていう、うん、まあ、ブレてしまう部分が去年もだったんで、うん、まあ、聞き入れることはすごい大事だと思うんですけど、うん、まあ、キャッチャーとして、うん、まあ、チームの柱としてもあまりブレてしまっては、うん、チームが同じ方向に向かないと思うんで、うん、まあ、頑固という意味ではないですけど、うん、まあ、いい意味でしっかり自分の考えを持って貫きたい、うん、まあ、プレースタイルもそうですし、うん、考え方も人間的にもこの1年間貫きたいなと、うん、いいね、思います。誰と被ったか僕はもうすぐ分かりました。はい、ちなみに鉄平選手。うわ、正解正解、大体分かりました。すごいね。これ結構書いたんだけどさ、みんなに書いてもらったの、まだ誰一人かぶってなかったの、はい、うん、いいね。鉄はすっごいちっちゃかったよ、この辺自信なかったでしょ、相当すっげえちっちゃかった。まあいいや、とりあえずね、キャンプまだ続くから、はい、じゃあ草野さんまた今日頑張って走って帰ってください。いやいやいや、頑張ります。はい、はい、じゃあ、ではよし、ありがとうございました。よし、頑張れー。